セレノフェンはセレンを含む五因感を持つ不飽和の複素乾式化合物である。メタロールの一つであり、方向属性はチオフェンと比べると低い。イダ・フォーアは1909年にセレノフェンの生成に成功したと主張したが、最初に確認されたのは1927年のマッツァとソラソによるものである。彼らはアセチレンとセレンを一緒に 約摂取300度で加熱した。セレンは炎を上げて燃え、最大15%のセレノフェンが、セレノナフテンと共に生成した。別の生成法としては、フランを、セレン化水素、アルミニウムと共に摂取400度で加熱する。痴漢、セレノフェンは、ベータ、クロロアルデヒドを、セレン化ナトリウム、その後エチルブロモサク酸と反応させる、フィーズセルマンの方法で生成できる。 セレノフェン分子は平らで方向属性を持つ。そのため、マイナス2、またはマイナス2、5位で、旧電子置換反応が起きる。これらの反応はフランより遅いが、チオフェンよりも早い。酸化型には、セレノフェン1、1ジオキシドがある。二重結合を持つものには、2セレノフェン、3セレノフェンがある。飽和型は、セレノランである。ありがとうございます。